どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。続きでございます。見た感じですね。おそらく、ラスボスとなろうは、毛利軍という感じでしょうね。やっていきましょう、訓練。先に武田軍を次は抑えていきたいな。なんとかね、追い詰めたので、橋まで。ちょっと能力アップしていこう。何が上がる後？総力が結構いきそうだな。総力、精神ポイント必要か。総力かパワーだな。でも総力これたくさん人いんだよな、これ結構。結構もらえそう、これ。146、結構もらえましたね。で、次、そうだな。精神ポイントでもやりますか。で、精神、パワーの順番かな。訓練。でもどっちか先。筋力はやべのすけがやる。精神、精神だな。先に精神をやっておきたい。オーケー、結構育ってきた。お！意外と成長できるかも。あ、ケツさん。違いますよ。そうそうそう。ちょっと考えすぎなところがあるんだな。お！特技。なんだなんだ。バチル技を制御し。走塁のコツ。まあ、走塁得意になったり。え？誰？あ、ふふふふふ。直江兼次が可愛すぎるだろ。そしてその暁には。はっ！いかいかん。そのためにもより一層訓練せねば。愛ってそういう意味なのかな。いや、違うと。うかい殿、そのがしに野球を教えてほしいでございまする。金継さん。はいはいはい。その暁には殿に褒められたいでございね。マジか。褒められたいと。ずいずい来るね。一緒に練習するって。うん、そうだ、練習した方がいいよ、こういう時はね。投手に打たれないことが大事だけど、金継さんのような野手なら、ここぞという時に打てる打撃。そうだね。いざという時に打った方がいい。そうそうそう。コツ、でもどうだ？風疲れた。これで自分の能力も上がるからね、ちゃっかり。さあ、そして、上限の月になりました。ちょっと能力アップしていきましょう。精神ポイントもだいぶ手に入ったんで、これ総力 B 行くだろ、これ。総力 C だ、失礼。総力 C。で、次パワーかな。パワー18か。そう、いけなくはないな。行こう。訓練。パワー人による。あ、いるね。よっしゃ、これ行こう。お、結構もらえた。よしよし、これでパワーも、C になると。ちょっと強くなったっていうね。特技、なになに？何教えてくれる？ミート多様。別にいいかな、ミート多様。あ、どうした、全財。のろしで情報を得ていた。煙を使って情報を伝える手段。なるほどね。情報命。まあ、確かにね。要はだから、忍者っていうのは、こう、諜報員ですからね。どこだ？よく見えないな。ほとんど消えかってるかな。しかし、夜目の効かないやつじゃ。仕方ないだろ。でもすごく綺麗な星空だな。今にも星が降ってきそうだ。俺の時代じゃまず見れないよ。空気が汚れてるからな。そうだね。俺の時代に、って意外と失ってたものが多いのかもしれないな。そう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 。ちゃっかりだから、これで変なこと言ったら評価下がっちゃうだろうから。能力アップ。多分、全財姫の、おしるこ姫の、評価イコール、全財ちゃんの能力にも、なると思うので、ちょっと嫌ですね、そしたら。次回ってか、計略だね。お宝じゃ、どうしよう、まだいいか。じゃあ、計略していきましょう。そろそろ武田軍をちょっと抑えるか、じゃあ。で、時刻を、じゃあ、はい、武将行こう。武将と策を練っておきたい。誰の力か言う。毒眼流神眼、敵に使用。敵に使用を送るのはちょっとよくねえな。生薬調合。これ気になるな。生薬って呼びかけてる。これ、全財ちゃんのこの月下の巻いてなんかかっこよくね。ちょっと見に行きましょうか。はい。というわけで、合戦に敵を混乱させる策でもあればな。なんと卑怯な。え？あ、いや、なんでもない。まあ、くの石の技を駆使すれば朝飯前なのかな。なるほどね。なにハレンチなことき、なになに、しかし、くの石である以上、いつかは通らねばならぬ道か。うかい。はい。この全財、覚悟を決めたぞ。これも乱世の習い。喜んで我が身を捧げようぞ。は？ではさらばだ。さらばって何？何やら勝手に覚悟を決めた。目立った動きはない。そうかそうか。まあまあいいけどね、別に。満月の夜。さあそして、ついに合戦だった。残る国は三国。ようやくここまで来ましたよ。能力アップ。特にやることはねえだろ、これ。合戦。で、毛利軍偉いことになってんな。忍びの極意書。まあ、ここは、じゃあ、とりあえず、武田軍を先に、仕留めた方がいいな、これ。あ、逆にこれ、取り留めるのが良かったかな。まあ、いいや。武田信玄中に加えられたらでかいだろ、これ。一気に攻め落とす。マジか。侵略すること、火のごとくじゃ。計略発動した。パワーが、マジか。やばいな。
もう好きな戦法、美味しいとこ取り。ここはじゃあ自分本位で行ってみようかな、今回は。はい。なんとかなるだろう、これで。はい。これで OK。自分本位の合戦。で上杉家、徳川家康のちょっと今回、鎧兜を使ってみよう。なんだろう、能力維持的アップ。いよいよか。何ちょっと。んなんじゃ、やつは。その人たち、わらわと一緒に汗を流さぬかや？うふーんって。大丈夫か、これ。R18 じゃないけど、いいか、これ。うひょー、おなごじゃ、おなごじゃ、辛抱たまらぬ。大丈夫か、これ。ちょっと、大丈夫？敵やらが何やら、舞を舞っておるぞ。何のつもりじゃ？あれ、中心に踊ってるのはぜんざい。何やってんだ？あ、それ。大丈夫か、月下の舞。あ、長びっくりした。あ、よかった。踊り疲れて果てるがよい。敵を魅了し、疲れさせた。あ、よかった。これで相手のパワー、めっちゃ上がる。あ、弾道が自信がある。いや、笑ってはよくないね。笑ってはいけないね、これ。はい、行きましょうか、じゃあ、バトル。試合開始。やっぱ弾道コマンドってなんだな。相手だけどね。まあでもいいや。これで武田軍のね、計略を潰せたから。行きましょう。織田軍 VS 武田軍。いや、武田信玄。恐ろしいもんですよ。これ誰だ、この腹心的なやつは。うん、気になるな。まあ行きましょうか、ちょっと。こっちもなかなか見た目がなんか良くなってきましたね。なんかこう、チームの盛り上がりが。てか、オールスター感がすごいんだけど。まあこれ武田信玄捕まえてこそからかな。行きましょう。武田信玄を、あ、ピッチャーなんだ、武田信玄。ピッチャー多いな。行きましょう。ちょっといきなり3失点っていうのも非常に不安なところありますが、いい変化球持ってる。これはやばいな。あ、ストレートそんなにスピードねえな。152キロ。あ、そうか、位置的に下がってんのか。うわ、なんだ、縦すらあれ。打ちづれえな。参りますね。ちょっと、頑張りましょう。うん。失投でもそれはきついぜ。さあ、来い。あー、打ち上げた。くそ。あー、でもこれはでも、あー、ダメだ。さすがに落としてくれねえか。ダメか。頼むよ、ちょっと。我が軍も、なんとか1点。来ちゃ、熱々ランナー満塁。ここでやらずして、いつやると。我が軍、見せてくれようぞ。よっしゃ、抜けた。オッケー。おっしゃ、1点返した。もう1人帰ってくれるだろう。あ、無理？ちょっと、ランナー！あ、よかった。何してんの？ランナーなんで3塁まで行こうとした、今。1点止まりか、満塁で。あ、来た。ワンアウトランナーに。よし、なんとか返そう、意地でも。さあ、来い、やるぞ、俺は。抜けろ！ダー！正面か！ああ、まあ、進塁だ。あとは任せたよ、と。次、あ、9番だから、森か。森ランマル、ダメか。あ、行って、あ、追いついた。ナイス。なんとか追いついたぞ。さあ行こう。あ、変わりました。武田信晴。信繁か、失礼。さあ行こう。どっちだ、信晴か信繁か。読み方わからん。なんかこういうの。やばいなぁ。さあ来いや。ちょっと球速が意外とないんだよね。133キロって。武田135キロか。あ、やばい。あー、引っ掛けた。これダメだ。足速くないから。あとは任せた。なんとか、ゼロで。よっしゃ！さよなら来た！素晴らしい。よかったー、勝って。武田軍制覇。よし！これでさらにね、能力上げましたから、我が軍は。あー、でもこれ、大丈夫かな？豊臣秀吉吸収されねえかな？それを防ぐために、あえて先にちょっと豊臣秀吉を抑えた方がよかったかな？ちょっとそうした方がよかったような気がする。ちょっと後悔。まあ、いや。どちらにせよね、結果、ようと。よっしゃ。おーい。この小葉っぱごときに負けるとはと。はい。すべてもらいますよ。忍びの極意書。大田丸の巻物。あ、これ大田丸もらえるな。うん。山本勘介か。おい。あ、まずい。これはどっちだ？毛利軍、豊臣軍。さあ、豊臣軍をほ、あー。マジか。あ、真田幸村が毛利軍に加わった。マジか。石田三成もか。うーわ、結構。さあ、あと一刻ということで。これラスボスだな、次が。やっぱりこれ先に豊臣をやるべきだったか。ちょっと後悔。なんだ。そして、次の日。いい感じ。お！技術上がったね。さあ、そして、次回、毛利軍との対戦ですね。これ意地でもやばげらんねえな。その前にちょっとじゃあ、忍びの忍者の計略が成功しやすい。持ってるだけで効果ありか。なるほどね。これはこれ。放浪する人々が見えるようになる。はあ、なるほどね。じゃあ、大々に強くな。これゲットしとこう。
国力ちょっと見てみましょうか。今どんな状況か、我が軍は。表示切り替え。あー、わかんねえな。武将一覧。全財かなり強くなったな。あー、すげえすげえすげえ。へえ。なるほどね。みんな強くなってくる。うわ、150。うわ、強え、みんな。へえ。なんか、だいぶ良くなりましたね。おっと、山本勘介、強くないっすか？なんだ？クソ強い、なにこれ。うわぁ、キャッチャー理想だな。でも、どっちにしようか迷うね、こういう時って。徳川家康にするか、山本勘介にするか。あー、本田忠勝、まあ、4番級、本田かな？こうやって、本田忠勝に。でも武田信玄パワーもありそうなんだけどね、イメージ。あー、やっぱあるんだ。あ、これいいわ。普通に。バッティングもできるやつがいるっていうのはいいね。能力アップ。どうしよっかなー。ちょっと迷う、これは。いや、あー、技術ポイントねーや。とりあえずこれ、次回はじゃあ技術ポイントを育てていきましょう。次回もお楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は、登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は、動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。また、よろしければ Twitter の方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。